サンダスローパレス、ザ・チャンバー・オブ・デプヤティス、コングレス・オブ・ザ・ユニオン連邦議会は、元老院と大議員の任議員から構成される、メキシコ合衆国政府の立法府である。628人の議員が、メキシコシティに会する。構成と責務については1917年憲法の、第3部の第2章に相当する、第50条から79条に規定されている。 両院制を採用しており、上院に当たるのが、カマラデセイニエドレスやセなどと呼ばれる、元老院である。元老院は128議席からなり、このうち96議席は、任期6年で国民の直接投票で選出され、32議席は比例代表に基づいて配分される。下院に当たるのが、カマラデディプヤタドスと呼ばれる、大議員である。大議員は500議席あり、 このうち300議席は、任期3年で国民の直接投票で選出され、200議席は比例代表に基づいて配分される。ありがとうございます。